肩立ちバサミの女を探す的井隆子は本能寺学園でその鍵を握る生徒会長桐流院さつきに巡り合う。父のことを問う隆子だったが、極制服を着た本能寺学園の生徒によって退けられてしまう。失意の中、隆子は偶然か必然かカムイ鮮血を手に入れる。そして隆子の反撃が始まる。一同、生徒会長桐流院さつき様である。敬重せよ。本日本能寺学園生徒会の体制を白紙に戻す。すべての生徒はすべての生徒への攻撃権を持つ。密議、陰謀、闇討ち、何でもありだ。7日後生きて校庭にたどり着け。そして己の地位を己の力で掴み直せ。これぞ第1回本能寺学園解散総選挙である。解散総選挙。選挙とはお前たちが誰かを選ぶのではない。お前たち自身がお前たち自身で選ぶのだ。その地位を、力を、生き方を。7日後の午前8時30分、この校庭にたどり着いた者たちで決戦投票を行う。互いに戦い、勝ち抜け。改めて、新しい極制服を与えよう。さあ、本能寺学園の腹からよ。7日間の視線をくぐり抜けて、よく決戦投票のこの場に集まってくれた。だが諸君らの戦いはこれからだ。これまでの7日間の戦いは全て記録されている。それを踏まえ、ここでの戦いの成果により、まず新しい三つ星の生徒から決めさせてもらう。学園に立つ5つの塔、ここに立つ者を上位候補として決戦投票を行う。あいつ、またこんなやり方を。上等だ。これだけの力を持ってしてもまだ足りない。今の戦力では勝率5割にも届かない。3割あればいい方か。イオリ、データは取っているな。はい、サツキさん。ただ、今のところはそれほど優位なデータは取れておりません。相手が二つ星以下では無意味か。三つ星同士、あるいはカムイとの戦闘データを取れればよいのです。心配せずともすぐに取れる。三つ星極制服の仕立て直しも含め検討せよ。かしこまりました。なるほどな。四天王の名前は伊達じゃないか。
当然の結果でしょ。サツキ様、我ら四天王、この決戦投票の場で新たなるルールを提案する。ん？1対1でマトイ・リュウコとの戦いを所望したい。どうせ戦うならこのくらい派手な舞台じゃないとね。解散総選挙のクライマックスを飾るにはふさわしいかと思いますが。それも一興か。当主頂上決戦だ。マトイ、四天王と戦い勝ち抜け。そうすれば私が相手してやろう。なんだと？父親の死について知りたいのだろう。お前が勝てば語ってやろう。いいだろう、やってやる。すぐにお前の元にたどり着くから首を洗って待ってろ。マトイ、お前のわがままもここまでだ。俺はサツキ様の絶対の盾、貴様の武器ここで打ち砕く。受けて立つぜ。尋常に決闘開始。やりやがったな。ガードブレイドキだ。カウンターヒット カウンターヒット。カウンターヒット。カウンターヒット。さて、次の相手は俺ということになるね。マトイ君。いざ尋常に決闘開始。カウンターヒット。くそくそくそ、俺の予測を外してくるか。くそ、俺の予測を外してくる。カウンターヒット。まだだよ。やりやがったな。これだ、次だ。まだまだ行くよ、これだ。逃がさねえ。まだだよ。どうした戦況。承知した。肩出しまで。ダニエモード。カウンターヒット。くそくそ、俺の予測を外し。カウンターヒット。くそ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 、決着。戦意喪失。まったく、犬くんも情けないわね。転校生、一方的に私にやられなさい。いざ尋常に決闘開始。
た人どこだ。カウンターヒット。ガードブレイク。それでこそマトイ・リュウコ、今度こそ俺が貴様を打ち倒す。いざ尋常に決闘開始。アルタヒト。それにしても彼女、想像以上だな。確かにマトイは強い。だがそれでもサツキ様にはかなうまい。当たり前でしょ。お猿さんに言われるまでもないわ。四天王を相手に勝ちにくマトイ・リュウコ。次はてめえの番だ。どうした、先決。リュウコ、違和感はないか。いいよ、むしろいつもより調子がいいくらいだぜ。まるで圧縮された濃密度の時間を過ごしているようだったぞ。しかもあれだけの連戦にもかかわらず、リュウコの疲労がない。四天王とか言ってたが、結局口ほどにもなかったってことじゃねえの。いや、相手が弱いというよりはリュウコが強すぎるような。先決、考えるのは後にしろ。いよいよボスザルの登場だ。さあ、約束を守ってもらうぞ、キリュウイン・サツキ。面白そうな催しをやっているわね。お母様、どうしてここに。僕もいるよ、サツキ様、久しぶり。グランクチュリエまで。どうした、サツキ。何か都合の悪いことでもあったか。いえ、ただお母様が来られると知っていれば歓迎の準備もできたのですが。よい、母親が娘の様子を見に来ただけだ。我ながら柄にもないことだが、こういった直感が意外に人生を彩るものなのだよ。原初生命繊維が純血に対して何か感じ取ったのかと思ったが。なんだ？ずるいよ、サツキ様。あんな面白そうな子がいるなら教えてくれないと。てめえら、さっきから何をグダグダ言ってやがる。
私の相手をするのかしねえのか、はっきりしやがれ。サツキ、私たちのことは気にせず進行なさい。マトイ流子、約束だ。相手してやろう。仁義は通、サムイ純潔。どうした、マトイ流子、四天王との戦いで疲れているのか。まずい、キリュウインサツキがここまで強いとは。このままでは流子が負けるのは時間の問題だ。生半可な覚悟で私の前に立つなど言語道断。流子、ここは一旦引け。くそ、前にやった時よりも強くなってやがる。いや、こうはいかねえからな、覚えてよ。なぜだ、なぜとどめを刺さない。その気があればいつでも私をバラバラにすることすらできたはず。行きたかったな、もう行っちゃったけど行きたかったな。いい加減諦めろって孫。でも龍子ちゃん、ただなんだよ。ただで行けるなら行きたかったな。けどさ、サント制圧修学旅行って戦争みたいなもんなんだろ。うん、全国の学園を支配するんだってサツキ様が言ってた。気流院サツキか。先決、私はどうすればサツキに勝てる。カムイである私と純潔にそれほど差があるとは思えない。ならば私と気流院サツキの力量差ってわけか。肉体的にも精神的にも今より強くなるしかない。日々の地道な鍛錬により私をよりよく斬ることで。そういうのはいいから、もっと一気に強くなる方法はないか。ただこの前の気流院サツキの強さはどこかおかしかった。どういうことだ。リュウカちゃん、強くなりたいの？それなら耳寄りな情報があるよ。てめえはこの前の。僕はハリメヌイ、よろしくね、リュウカちゃん。そのハリメヌイとやらが何のようだ。強くなりたいんでしょ。それがお前に何の関係がある。君、いい線言ってるんだけど、サツキ様と戦うには今一つだもんね。なんだと？ほら、隙だらけ。気をつけろ、リュウコ。こいつはただものではない。どうすりゃいい。リュウコ、お前まさか。先決、お前は黙ってろ。ハリメヌイと言ったのは、どうすれば私がサツキに勝てるくらい強くなれる。簡単なことだよ。人間をやめちゃうだけ。死ぬかもしれないけど、やってみる？やってやろうじゃねえか。リュウコ、待て。そうくれくちゃ。なんだこの化け物は。失礼しちゃう。これは最高の服よ。リュウコちゃんは命をかけた真剣勝負をしたことないんじゃない。なんだと。じゃあこの子と戦って生き残れる。行きたかったな。京都、神戸、大阪、ただで行きたかった。いざ尋常に決闘開始。よっ、逃がさねえよ。ゾロ、エリちゃん、ガよっ、逃がさねえ。ゾロ、ゾロ、よっ、逃がさねえよ。当たれ、ニカガガ。やりやがったな。なろなろな、ドキだ。よっよっ、そこだ。あだだ、えそらそら、あー、食いしばれ。なろな、ドキだ。あだだ、ほら、こんなもんか。どうだ、行くぞ。おう、片立ちばかり。
布を切れ倒したくらいでサツキに勝てるほど強くなれると思えねえが。じゃあ次は僕が。あれ、ちょっと待ってね。戻らなくちゃ。なんか予定より早く修学旅行が終わったみたい。ただで行きたかったのに。さつき様が次は大文化体育祭を開催するって。私も行かなくちゃ。飛龍院さつきが？どういうことだ。気になるなら本能寺学園に行ってみれば。じゃまたね。お、消えた。あれ、ここにもいない。どこにもいない。飛龍院さつき、次は何を企んでやがる。龍子、今飛龍院さつきに挑んでもこの前と同じ結果になるぞ。それがどうした。あいつが何か企んでるなら放っておくわけにはいかねえ。大文化体育祭ってなんだ？マコ知ってるか？ううん、知らない。文化祭と体育祭がくっついたのかな。それくっつくようなものか。リュウコちゃん早く行こう。きっと屋台とかいっぱい出てるよ。あ、おいマコ待てって。おい、どうなってやがる。張り目縫い。大変だよ、リュウコちゃん。屋台が一つも出てない。マコはそこで待ってな。前屈、行くぞ。貴様、四天王だかなんだか知らないけど、所詮はサツキちゃんの道楽ってことね。張り目縫い。次にバラバラになるのは貴様だ。そんなにうまくいくかしら。ちょっと待った！マトイ龍子、張り目縫い、どういうことだ。どうしてお前が肩立ちバサミを持っている。そう、君のハサミの半分、君のお父さんから僕がもらったの。そう、うん、僕だよ。
殺した！怒った顔も素敵よ、リュウコちゃん。でも、少しがっかり。お父さんの方がよっぽど手強かったわ。何だと？リュウコ、お前の血が熱すぎる。この程度でお父さんの仇を取るつもり？無理無理。言わせておけば。よせ、マトイリュウコ。そのままでは生命繊維の破壊衝動に飲み込まれるぞ。邪魔だ。どけ。ハリネヌイとキリュウインサツキ。二人とも私が倒してやる。その後で全部話してもらうからな。いいね、リュウコちゃん。楽しくなってきた。仕方あるまい。せめて人の形をしているうちに仕留めてやろう。やめろリュウコ、その血の熱さは危険だ。もっともっとだよリュウコちゃん。どけ愚か者が。下がれハリメヌイ。私がマトイリュウコとそのカムイに引導を渡す。もうあと一押しなのに。マトイの次はお前だ。サツキちゃん、そんなに僕と遊びたいの？てめえ、私を見下してんじゃねえ。お前からぶっ飛ばしてやる。カムイの力に溺れるような女なら、このキリュウインサツキの敵ではない。弱かったばかりに、あいつを。気にするな、リュウコ。セイケツ、どこだ、セイケツ。あ、そうだ。はい、リュウコちゃん。生きてたのか。よかった。リュウコちゃんがセイケツちゃんのスカーフ握ってたんだよ。他は、袖やどうやスカートは。ごめんね。バレないようにリュウコちゃんとハサミを引きずって逃げるので精一杯だったから。いや、マコのおかげで私も鮮血もこうして生きてる。リュウコ、バラバラになった私の体は今本能寺学園に集められているようだ。キリュウインサツキの仕業か。待ってろ、すぐに取り戻してやる。落ち着けリュウコ、今のお前の状態ではどうにかなるさ。頭は冷えた。次はさっきみたいな無茶はしない。あら、そうなの？ハリメヌイ！リュウコ、それこそ無茶だ。今の姿を見ろ。わかったけど、ここに挨拶しに来たわけじゃねえだろ。物分かりがいい子は好きよ。お父さんの元に送ってあげる。待て。あなたは。本能寺学園裁縫部部長、伊織四郎だ。ちっ、こんなとこまで追ってきやがってるが。やめてくれ、戦闘は専門外なんだ。それを信じろと？信用できないのは当然だ。だからこそ手土産を持ってきた。それはあと君が持っている一枚で元に戻る。さあ、どんな装いで戦うのか
今すぐ決めてくれ。背に腹は変えられねえ。まあ、そっちを選ぶのは当然よね。真意一体かなり接近。いざ尋常に決闘開始。よっ、逃がさねえ。そらそら当たれ。よっ、逃がさねえよ。危ねえだろ。ドキだ。あなた、こんなもんか。当たれ。逃がすか。よっ、逃がさねえよ。そらそら当たれ。よっ、逃がさねえ。よっ、行くぞ。おう、肩出しの旅ダビレモード。くたばりやがれ。ダビレモード危ない。よし、逃がさねえよ。そらそら当たれ。ダビレモード危ない。ああ、食いしばれ。ああ、食いしばれ。そうだ。よし、逃がさねえよ。そこだ。やるね。少し無茶するぞ。まいった。それでおしまい。やりやがったな。カウンターヒット。危ない危ない。ああ、食いしばれ。やりやがったな。込むぞ、せっけん。いけー。どうだ。カウンターヒット。カウンターヒット。決着。やっぱり仮の姿じゃダメね。特に問題はなさそうだな。そうだな。さて、どういう風の吹き回しか教えてもらおうじゃねえか。マトイリュコ、頼む。サツキ様を助けてくれ。ちょっと待て、ラ行ってのはサツキに首を切られたんじゃなかったのか。復活したんだ。どういうことだ。気流院ナギョは生命繊維をその身に宿している。ただの人間ではない。どう思う、鮮血。にわかには信じがたいが、冗談を言っているようには見えない。たく、この子なら親も親ってことか。それでサツキは今どこにいる。ナギョの精神狩りによってサツキ様と四天王はラ行スタジアムから動けない状態にある。意識もおそらくないだろう。いい君で、それで私に助けを求めるなんて随分と都合のいい話じゃねえか。え、全て俺の独断だ。サツキ様を助け出せるならこの命を差し出してもいい。あんたの命なんざいらない。けど、手土産はありがたく受け取るよ。ならば。ああ、約束は約束だ。それに、気流院さつきにはまだまだ聞きてえことがあるからな。寝ぼけてるっつうなら、ぶったたいて目を覚ましてやるさ。ゴンに切る。あ、鮮血ちゃん。元に戻ったんだね。よかった。マコはここで待っててくれ。やだ、リュウコちゃんが心配だもん。またピンチになったら私がこっそりリュウコちゃんを引きずって逃げるんだもん。逃げるが勝ちだよ。ったく、目立たないように隠れてるよ。サツキ様、待っていてください。おい、イオリとか言ったか。ぼーっとしてたら置いてくぞ。待ってて。精神狩り縫いだったが、どうやって解放する。解析結果から、ラ行から放たれた生命繊維が
カムイや極征服から侵入し脳を縛っていると思われる。つうことは頭を殴ればいいんだな。待て、話はそう単純では。動きやがった。サツキ様、手加減する余裕なんてねえから全力でやらせてもらうぜ。いざ尋常に決闘開始。やっと目が覚めたか、キリュウイサツキ。マトイリュウコ、なぜお前が。細かいことは気にすんな。それより動けるか。いや、無理だな。なら適当に切ってみるか。貴様、そのような方法で精神狩り抜いよ。データを分析すればそんな野蛮な方法を取らずに済むはずだ。サツキ様を傷つけたら承知しないわよ。これまでの恨みをこのような形で晴らすとは、汚いぞマトイ。グダグダ文句言うなら放ってくぞ。私だって好きでやってるわけじゃねえんだ。それなら放っておいたら。ハリメヌイ、貴
様は倒したはずだ。あれ分身だから。何、もしかしてあんなので僕を倒した気になってたわけ？なん、いや、ブレタパルテ、なんか言いようが全部ぶった切る。ちょうど一仕事終えて暇だったんだ。リュウコちゃん、遊ぼっか。これだけいると手数が追いつかねえ。リュウコ、このままではまずいぞ。待ってるよ。けど、わあ、リュウコちゃんがピンチだよ。リュウコちゃん、相手が多いなら武器を増やすといいよ。目には目を、歯には歯だよ。マコ、武器を増やすっつっても。マトイ、爆弾を使え。爆弾？この地面に刺さってるやつか。よっす。なに？武器が増えたからって僕らには勝てないよ。やってみないとわかんねえだろ。尋常に殲滅開始。残念だったな。さあ、様、僕の腕を。こんなことあるわけない。ムカつく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 。冷静になれ、グランクチュリエ。お前にはまだやるべきことがある。生命繊維の再生を阻止するか。だが、所詮はそれだけのこと。ああ、ラギョウ様。神羅高潔が完成した今、わざわざ相手をするまでもない。くそ、どこに行きやがった。つまり両側から同時に切れば、再生しようとする生命繊維をもう一度切断できる。それにより完全に再生を阻止することができるわけです。それでハリメノイの腕も再生しなかったわけか。
そして同じ方法で気流院ラ行の精神狩り縫いも解除できるはず。イオリ、お前の差し金だったか。勝手をしたことお許しください。よい、よくやった。それにマトイ・リュウコ、なんだ、やるってんだろ。助かった、感謝する。サツキ様、転校生なんかに頭を下げる必要なんてない。サツキ様の助言によりマトイも助かったわけで、感謝すべきはこいつの方です。てめえら、誰のおかげで自由になれたと思ってんだ。ジャクズレにさなげよ。何よりもまず我々自身の不甲斐なさを恥じるべきだ。そうだね、危うくまたサツキ様に刃を向けるところだった。今はマトイ・リュウコと争っている場合ではない。これは返す。私には断ち切りバサミがあるからな。私はハリメヌイを追う。ラ行とヌイは地下の子宮殿へ向かったはずだ。そこに原初生命繊維がいる。原初生命繊維、カムイや極制服に使用されている生命繊維。生命繊維には意志がある。その意志のもと、ラ行はこの星を生命繊維で覆い尽くそうとしている。原初生命繊維と、そんな生命繊維の根源なるものだ。そんなヨタ話を私に信じろっていうのか。無理に信じる必要はない。だが飛竜院ラ行と原初生命繊維の打倒こそが私の目的だ。勝手にすりゃいいさ。私は父さんの仇が撃てればいい。今さらお前らと仲良しごっこするつもりはねえぜ。分かっている。だが気をつけろ。ハリメヌイもまたその体内に生命繊維を宿している。てめえに言われるまでもねえ。今度こそケリをつけてやるぜ。あ、リュウコちゃん、待ってよ。なんだこりゃ。どうやら奥にあるのが原初生命繊維のようだな。おお、でっかいマリモみたいだね、あれ。リュウコ。ああ、わかってる。マコ、ちょっと下がってな。うん、リュウコちゃん、命を大事にだよ。いらっしゃい、リュウコちゃん。歓迎するよ。ハリメヌイ。焦らないで。待っていたのは僕だけじゃないんだから。ああ、これはまた大歓迎だな。どうした、そんなに余裕がねえのか、ハリメヌイ。うるさい、このゴミカスが。よくも僕の腕を。君の腕も切ってあげるよ。いいね、やれるもんならやってみな。いざ尋常に殲滅開始。こっから行くぜ。忍者、あらゆろ、なんだ、あらや、あらや、なんだ、こっから行くぜ。
たい人原初生命繊維が近いせいか。鮮血、どうした？どうも時間の流れが一定ではないようなのだ。それも場所によって異なる。いや、トリガーとなる存在がいるのか。私にはよくわかんないけど、それよりてめえら余計なおせっかいしやがって。何よ転校生、強がりを言うんじゃないわよ。俺たちがいなかったら危ない場面が何回かあったぞ。これで貸し借りはなしだ。バカ言ってんじゃねえ、一人でも楽勝だっての。はいはい、生産性のないおしゃべりはその辺にしない。のんびりしてる暇はないだろう。そうだ、サツキ様はすでに先へ進んでおられる。待て、我々はサツキ様を追う。勝手にすりゃいいだろ。よし、貴様ら行くぞ。なんでガマちゃんが仕切ってんのよ。サツキ様、今参ります。もっと静かにできないのかな。わざわざ敵に知らせる必要はないだろう。ユウコ、なぜ彼らと一緒に進まない？私はサツキを助けるためにここにいるわけじゃねえ。それにリュウコちゃん、父さんの仇を討たないとな。え？何？リュウコちゃんひどいよ。いつまでもマコの真似してんじゃねえ、ハリメヌイ。なんだ、バレてたんだ。どうしてわかったの？マコなら寝起きは口元によだれの跡があるはずだからな。何それ、くだらない。ユウコちゃんと遊ぶのも飽きてきちゃった。奇遇だな、私もてめえの面を見るのは飽きたよ。いい加減本体でかかってこい。心配しなくても、僕が正真正銘本体だよ。だからこれで最後だよ。ま、終わるのはユウコちゃんだけどね。
ざ尋常に決闘開始。カウンターヒット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 。いいことを教えてあげる。君の父親から断ち切りバサミを奪えと僕に命令したのはサツキちゃんだよ。あいつのことだ。何か理由があんだろ。リュウコ、これからどうする？親子喧嘩に興味はねえが、サツキを助けるって約束しちまったからな。まったく素直じゃないな。おっと、その前に。気持ちよさそうに寝てんな。リュウコ。ああ、ド派手な親子喧嘩してそうだ。ちょっと急ぐぞ、せっけつ。母に構ってほしいか、サツキ。おっと、神羅高潔。データを取らせてもらいますよ。エギョおば様、ノノもう忘れなさなる者の前で騒がしい。もう少し静かにできないのかね。まいったね。今ので全くダメージを受けてないっていうのか。ちょっとお猿さん、どうにかしなさいよ。なんか必殺技とかないの？すでに全力でやっている。貴様ら、何をうろたえている。サツキ様の前で集体を晒すな。この命ある限り気流に先は諦めん。
援してるようだな、飛龍院サツキ。いざ尋常に決闘開始。そうだ、あの力いくぜ。ガードブレイク。分かってるよ。手を抜いてかける相手じゃなさそうだしな。そうだ、こっち。無駄に。そうだ、こっち。私の気をよくしてやる。ついてこれよ。こっち。くれろ。なんだぞ、熱血。くらうがいい。無駄に。で終わりなのか。何よ転校生、文句でもあるの？そういうわけじゃねえけど、原初生命繊維を滅ぼしてこそ私の宿願は果たされる。カバーズの意志の代弁者たり飛龍院ラギオは倒れた。人は服の奴隷にはならない。これが私の人の答えだ。やはり、マトイ・リュウコ。お前が得意点だったか。マトイ・リュウコが得意点？どういう意味だ？いまだ自覚なしか。まるで道化だな、サツキ。この世界はお前の望んだ未来が、妄想が、現実となったものだよ。何を？知っている。生命繊維は事象にすら干渉する。カムイ純血がお前の妄想を具現化し、
現実に表したものが今のこのいびつな世界。それでも純血より強い生命繊維を持つ私であれば、この世界を丸ごと乗っ取ることができる。それどころか前倒しして眉星降誕を始めることもできた。マトイ流行、イレギュラーな存在としてこの世界を蝕む貴様さえいなければな。何をわけのわからねえこと言ってやがる。だがまあいい、所詮サツキが生み出したいびつな世界、せいぜいあがくがいい。その結末を見届けられないのが残念。この世界は私の願望だと。キリュウィン・サツキ、あいつ何をぼーっとしてやがる。最後までサツキ様に逆らうとはどしがたい。しつこいアプローチは女の子に嫌われるわよ。最後の悪あがきか。さすがにもう精神狩り縫いを受けたりはしない。いけない、ラ行の生命繊維を原初生命繊維が吸収してしまう。カバーズまで吸収してる。ちょっと犬くん、これどうなってんのよ。どうも自身の危機に原初生命繊維がその本能からあらゆる生命繊維を取り込もうとしているようだね。気をつけろ、断じて我々ごと極性服も取り込まれるぞ。貴様に糸一本触らせはしない。肝心なところで役立たねえ。とにかくあれを倒せば終わりなんだろ。俺たち本能寺四天王はサツキ様の最強の矛にして最強の盾。サツキ様は俺たちに任せていけ。マトイ流行、サツキ様への攻撃が集中している今が逆に勝機だね。これまでのデータから見てもマトイ流行の力があれば原初生命繊維に勝てるだろう。転校生にあいつは任せるわ。アパッショナート、アジタート、コンアニマでやってしまいなさい。あいつカッコつけやがって。行くか、全決。なんだか嬉しそうだな、ユウ。うるせえ、行くぞ。いざ尋常に決闘開始。こっちから行くぜ。えいか、そこだ。こっちから行くぜ。はい、
せろ。わけじゃねえな。こんなことはありえない。物理的におかしいじゃないか。しつけイヌムタ。別の次元から生命繊維を取り込んでいるようだ。別の次元？今のこの世界とは異なる時間軸の世界。それも過去や未来からだ。過去や未来？そんなのありかよ。どうすりゃこいつを倒せる？おそらく生命繊維を取り込み続ける限り、原初生命繊維は復活し続ける。元を絶つしかない。元って？いまだ自覚なしか。まるで道化だな、サツキ。この世界はお前の望んだ未来の妄想が現実となったものだよ。あの野郎、どこに行こうってんだ。リュウイ、サツキ、
あいつ何をぼーっとしてやがる。本能寺学園風紀部委員長ガマゴーリーら気流印刷機の生きた盾と知れ。ガマちゃんだけに見せ場は譲らないわよ。4人揃って本能寺四天王だ。というわけでサツキ様を倒すなら俺たちを先に倒してほしいね。マコが。マコ。リュウコちゃん。マコ、大丈夫か。うん。ちょっと怖かったけど、ワイヤーアクションってあんな感じなのかな。アタック。今のはサツキか。でも純血はさっきバラバラになってたよな。分かったぞ。やはり時間の流れがおかしいのだ。なんか前にも言ってたのそれ。トリガーは気流印刷機だ。どうやら気流印刷機が望む形で時間の流れが圧縮されているようだ。つまりどういうことだ。信じがたいが、気流印ラ行の言っていたのが真実ということだ。今のこの世界がサツキの妄想だっていうのか。バカバカしい。バカバカしくないよ。私だってよく妄想するもん。リュウコちゃんが本能寺学園に来るまで私には頭の中にしか友達がいなかった。サツキ様だって友達が欲しかったんだよ。そして裸の友達を手に入れたんだ。でもあいつだけに任せておくわけにはいかねえ。しかしリュウコ、何の策もなく追いかけても今の原初生命繊維には勝てないぞ。待ってる。それは今から考えるさ。とにかく地上に向かうぞ。滅ぼせはしないか。だが何度よみがえろうとも同じこと。バカに言ってたくせに。これかよ。そっちは。どうなってんのよこれ。こういうのを説明するのは犬くんの役目でしょ。データが不足しているけれど推測することならできる。ただし気流院ラ行の言葉が真実だったとすれば。だが前置きはいいからさっさと言え。このままじゃサツキ様が危ない。この世界がサツキ様の妄想を具現化したものだったとすれば、サツキ様が原初生命繊維に負けることはない。だが今もなお原初生命繊維は健在だ。おそらく原初生命繊維は異なる次元から生命繊維を吸収している。そのせいでサツキ様のこの世界の許容量が限界に達したんだ。それでどうなるっていうのよ。サツキ様は大丈夫なの。このままサツキ様が目を覚まさなければ
いや、目を覚ましたところで。この世界は収束するだ。見ての通り、すでに世界は崩壊を始めているようだ。バカな！それではサツキ様の宿願はどうなる？道半ばにして倒れるというのか？この世界を具現化したのがサツキ様だというならば、世界は元に戻るだけじゃないのか？そればかりはわからない。あるいは、これもまたサツキ様の妄想通りなのかもしれない。だとすれば、このまま世界の終焉を見届けるのも一つの選択だ。何が、極制服もない俺たちに何ができる？バカ野郎！だけんじゃねえ！この世界が気流院サツキの妄想だ！ラ行を倒し、生命繊維から人間を解放することが目的だったんじゃねえのか！あいつが今戦い続けてるのは、それができてねえからじゃねえのか！ただ、そんなこと関係ねえ。私は気に食わない。だからあのバカをぶん殴ってでも起こしてやる！起こして、妄想から目を覚まさせてやる！マトイ・リュウコ、君は知らないかもしれないが、今サツキ様が着ているのはカムイ純血神髄だ。君のカムイ鮮血よりもはるかに力が。だから関係ねえっつってんだろ。無謀だ。あらゆる面から考えてもサツキ様の力が上回る。もはやサツキ様を止めることは誰にもできない。それがどうした？サツキを助けてくれっつったのはてめえじゃなかったか？しかし、しかしもお菓子もないよ。サツキ様だってお菓子は好きだし、私ももちろん好き。でも頭の中のお菓子より現実のお菓子の方がいいに決まってる。偉い人は言いました。パンがなければお菓子を食べればいいじゃない。そういうことだよね、リュウコちゃん。お前言撤回だ。四天王にあるまじき言葉だった。諦めてこのまま終わりを見るなんてありえないね。サツキ様の妄想を具現化している生命繊維、すなわち純血神髄を脱すことができれば、サツキ様の意識を取り戻せるかもしれない。そういうことか。なら答えは簡単だ。行くぞ。意志なきサツキ様を止めるのも我らの役目。待ってて、サツキちゃん。決意は分かっている。だが、やはり今のサツキとやり合うのは無茶だ。知ってるよ。でもあいつらが無茶してる今ならできることもある。どういうことだ、リュウコ。鮮血、お前にとびっきりの無茶を頼む。とびっきりの無茶だと？ああ、鮮血、あれと同じことができねえか？もちろん私も協力する。私にはよくわからないけどさ、要はいろんなとこから生命繊維を吸収してんだろ。原始生命繊維にできて私とお前にできないって道理はね。あいつが集めてる生命繊維を私らで吸収できないかな。なるほど、面白い。やってみよう。
もいい。この力は純血神髄と同等。こういう未来もあったってことが。おいお前ら離れていてくれ。何を偉そうに。でも転校生お願い、さつき様を助けてあげて。現状を考えるとそれしかないね。マトイ、さつき様を起こす栄誉を貴様に譲ってやろう。マトイ龍子、さつき様を頼む。この借りはいつか必ず返す。改めて頼む、さつき様を助けてくれ。勝手なこと言いやがって。まあいいさ、お前らが何をしようと私は鬼龍院さつきを叩き起こしてやるつもりだったからな。私と龍子にできない無茶はない。そうだ、だからさっさとあいつの目を覚ましてやろう。行くぞ鮮血。いざ尋常に決闘開始。はい、気合わせ者だった。はい、また気合わせやるよ。はい、決めさせてもらう。カウンターヒット。行くぞ、やろう。決めるぞ、決まりをおしまいしてやるぜ。行くぞ、やっ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 や。決意表明演説開始。情けねえな、散々偉そうなこと言ってたくせに。今はてめえがカムイに切られてんじゃねえか。合わねえ服はさっさと脱ぎな。そうは論破継続。程度くだらねえな、頭の中で叶えただけの宿願なんて何の意味もねえよ。主張側論破継続。程度お前の妄想にも少しは感謝しねえとな。この姿になれる未来があることを知れた。だけど私は満足しない。程度、現実に帰ってこの未来を掴んでやる。決意圧倒。カウンターヒット。やらせも頼むぞ鮮血。うん、飛ばすぞ。ほら程度、カウンターヒット。やるよ本士。やらせも行くぞ。決めるぞ。世界をお伝えしてやるぞ。タッチ、タムナ、危ねたい。決めてやるよ。また気直してやるよ。行くぞ。震えた。行くぞ。仕上がれ。まだ倒れるんでやるよ。決めさせてもらう。程度、飛ぶぞ鮮血。うん、飛ばすぞガードブレイク。ほら程度、飛ばす。やらせた。決めてやるよ。本気で行くぞ。震えた。行くぞ。仕上がれ。龍子、お前の血の大義を感じるぞ。いろんなもん背負っちまったからな。負けるわけにはいかねえよ。行くぜ演技どっち。うわあ、私はまだ待ってはいない。終わったな、龍子。ああ、鮮血はその体無事なのか。痛みはあるが問題はない。なあ鮮血、この世界がなくなったら私らはどうなるんだ。わからない。これが妄想だとしたら
時間はほとんど進んでいない。おそらく気流院サツキの妄想が始まった時間に戻されると思うのだ。そうか。私はやっとお目覚めか。手間かけさせやがって。気流院サツキ、これを使え。断ち切りバサミ。察しのいいお前のことだ。どうせうすうす気づいてんだろ。何を。すべての原因はサツキ、お前の差がゆえのこと。やはりお前は分かっていない。いや、だからこそか。自覚なき愚者こそが現状を生み出した。この世界を断ち切ることができるのは誰でもね、お前だけだ。そういうことか。マトイリュウコ、迷惑をかけた。感謝する。らしくね。それにまだ始まってもいねえよ。それもそうか。ならばまた会おう。やめろ、やめてくれ、やめろ。
朝4時のサイレンは脳遅刻デーの合図。詳しくはアニメを見てくれ。初見で気づかなかったことがわかるかもしれない。次回キルラキルザゲーム、イフ気流院サツキ編、心乱して運命変えて。You say you wanna cry, but you never